告発状によりますと安倍総理と後援会幹部らはおととし4月の桜を見る会の前夜に行われていたパーティーについておよそ400万円の収支があったにもかかわらず後援会の収支報告書に記載しておらず政治資金規正法違反の疑いがあると指摘していますまた パーティーの経費が少なくとも1人当たり1万1000円程度かかるのに5000円しか徴収しておらず、差額の6000円相当の酒や食べ物を無償で提供したことになり、公職選挙法で禁止されている寄付行為に当たるとしています。